にちは。ゆりさんにもらったネイルを塗るぜ。こんにちは。暑い。暑いよ。暑いです。今日も今日と、あ、すごい前髪パッカーンなっちゃった。溶かせ溶かせ、こんにちは。溶かせ溶かせ、まあ最終セットはねメイクさんにやってもらいますから、このあとどうせねリハーサルして汗だくになって髪の毛は終わってしまうので、一旦いいってことにして、よいしょ、ネイルすっぺ、ネイルすっぺ。よいしょ。こんにちは。今日一日お休みだから朝めっちゃゆっくりしちゃった。いいね、いい休日の過ごし方じゃない？たまにはね、ゆっくりしようぜ。ん？机の上を整理中。こんにちは。机の上絶賛整理中。綺麗になった。あ、待って、今日のメイクで大事なものをカバンに入れてない。よっ、入った。あ、待って、足の裏つりそう。渋滞してるわ、いろ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 渋滞してたわ、今一瞬で渋滞してたわ。さまざまなさまざまなことが渋滞してた。じゃあ、机の上がね散らかりすぎているという現状ね。よいしょ。散らかりすぎ注意報発令中です。こういうのは配信が始まる前にやることなんですけどね、なかなかこう段取りが悪くて。よし、 OK、 ネイルしていきます。爪をちょっとパーって拭いて、20分か30分ぐらいの配信で塗り終わることが目標。よいしょ。チーム A カラーに塗っていきます。うわ、爪長っ。ネイルを塗ることで余計に爪が長いことがよくわかる。横長だからさ、さやの爪伸ばすとすごい面積でかいんだよね。キモい面積でかくて。親指が特にね。おはよう。やっちさん、ギフトありがとう。じゃあ今度集中するとギフトね、読みそびれることあるから気をつけないと。みんなを悲しませちゃうから。せっかく送ったのにって、せっかく1000ゴールド以上のギフト送ったのにってなっちゃうからね。ちょっとはみ出しちゃった、はみ出しちゃった。うい、いいよ、早いよ、めちゃくちゃ早いよ。なんて手際のいいことでしょう。もう慣れたもんですよ。左手はね。これさ、右手塗るのむずいよね、いつも思うんだけど。右利きだからさ、右手を塗るためにはさ、左手でさ筆を持たなきゃいけないじゃん。マジで難易度が爆上がりすんの。
私はずっと思ってるよ。左手綺麗。左手できました。爪長っキモこういう感じで全然印象が違いますね。左手はいいのよ、右利きだからよできんねん、すこすこ綺麗に。わさっぴさんギフトありがとう。したら次は難関、左手で右手を塗ります。もっとなんか左手も器用になりたいな。左手も器用になりたい。なんかちょっと変なっちゃった。これどうやったら直せんの。えいえい。まあまあまあ遠くから見たらよくわかんないんでね。普段から両手使うことむずくない？なんかストレスたまるよね。でもなんか左手ダイエットってあるよね。左手で食べるのってすごい大変で時間がかかるから、で人間って時間かけて食べると早めに満腹中枢が反応してもうお腹いっぱいだよって言うから、ゆっくり食べるためにその左手で食べるといいみたいな。でもさ、それストレス溜まりすぎて無理だった、続けられなかった。一瞬マジで2食ぐらい頑張ったけど無理だった。やっぱね、ダイエットにストレスが一番いけないですから。なんかやっぱちょっと右手の方がムラになってるけど、遠くから見たらわからんからいいってことにします。ゆうりさんからもらったネイルね、めっちゃすぐ乾くんよ。もう多分ほら左手も乾いてる。はいよ、めっちゃ便利。これすごいよね、超速乾。うい濡れた、おわびチャキン、いい感じ。あ、今日ライブ見に行きます。嬉しい、楽しみ。今日はこういう感じで爆速ネイル完成です。まあワンカラーだけなんでね、塗るだけなんでこんな感じ。こっからねもっとデザインをやるんだったら時間かかるんですけど、今日はやらないのでこんな感じで OK。 でもこれはさえは今回今日だけのためなので、トップコートを今から塗らないんですよ。だから今から爪ガリってやったら全部剥がれます爪ガリってやった瞬間にあのネイルガリってなるんで、ここからあの気をつけタイム、爪ガリってしないように気をつけなきゃいけないんです。私はあれさ、さっきさ髪の毛を溶かしてた櫛どこやったの。なんでさ、ね、なんでさやってさ、あ、あった。なんでさやってすぐ物なくすんやろな、目の前で、目の前で物なくすんよ、不思議でならん。よいしょ、ケロンさんギフトありがとう。あ、ライトもケロンさんありがとう。ファイト、モタさんありがとう。濡れた。今日って開演何時でしたっけ。6時半。6時、いつも公演と混ざってわけわかんなくなるんだよコンサートって。開演何時だ。てか今回のコンサートトータルで 何時間なんだろう。で2時間ぐらいかな、普段のコンサートと一緒だったら。6時半か、8時半に終わって
帰ってきてからショールームできるな。帰ってきてからも多分ちゃんとショールームはします。ですが、もう一回ジャブ配信ジャブ配信します。してます。今なんだジャブ配信って意味わかんないけど意味わかんないけどね。まあ皆さんぜひ横浜気をつけてきてくださいね。お気をつけてお越しください。とっても楽しみ、楽しむ気持ちを胸に。あ、くしゃみでそう楽しむ気持ちを胸にね、ちゃんと忘れ物を忘れずに、楽しむ気持ちを忘れずにぜひお越しください。マジ激アツですよね、絶対にやばいって。激アツだって、絶対。キャー、まあ熱中症だけは気をつけていっぱい飲み物飲んでください。サイリウム電池も変えた。あ、万全ですね。それはかなりいいですよ。横浜こっちより暑そう。マジそれは嫌だな。で予備、あ、予備も最高やん。あ、爪乾きました。早い。じゃあ日焼け止めでも塗りますか。今のうちにできることは全部やっておこう、ショールーム中にね。爪が乾いたということで。てかさ、最近日傘をさしてるんだけどさ、風が強すぎてさ、日傘がさ、そのさしづらい、こう問題。そう、マジでこれ問題提起していきたい。日傘さしづらすぎ問題。めっちゃ突風吹いてない？嫌なんだけど傘ってなるんだけど、めっちゃさひっくり返してる。なんかさやの傘さ、そのひっくり返るおかげで壊れにくいみたいなやつなの。風を受けた時にひっくり返るからその壊れないよみたいな。だからめっちゃひっくり返るからすごい恥ずかしい。あ、あの人ひっくり返ってるって絶対思われてる、周りの人に。そう、でもさ日傘ささないと歩けない、暑くて。その傘、雨違う、風がめっちゃ吹いてるからって日傘を閉じるほど、閉じて歩けるほど強い人間じゃない、軟弱やから、その無理なんよね。そうせやねん。腕時計のとこだけめっちゃ日焼けしない。なんかここに白い線入ってる、もうすでに諦めてる、そこに関しては。こんにちは。よいしょ。もう腕時計は諦めた、無理やと思って。ちょっとお水飲みますね。私熱中症になっちゃう。みんなもペットボトルちゃんと持っていくんだよ、それか買うんだよ。ちゃんとみんな暑さ熱中症対策万全で来てくれ。よいしょ。確かに会場ドリンク、ワンドリンク制だもんね、ライブハウスだから。たっけえ水買わされるな絶対に。それそうなんよ、ライブハウスってそこよね、たっけえ水買わされるっていう。それはあるわ。まあそれも水防給してください。それでも、こんにちは。
ゼップってライブハウスだもんな。しょうがないんだけどさ、分かってるんだけどさ、なんかこう損した気持ちになってしまうのは、こうなんか人間として未熟だなって自分では思ってしまうんですけど、みんなもぜひあのなんだろう、テーマパーク価格だと思って許して。テーマパークって高いやん。あ、そう、カラビナ、ゼップのカラビナってさ、普通に便利じゃね、かわいいし。あれ普通に遊園地とかであのペットボトルつけれるカラビナ買うとめっちゃ高いからさ、ゼップでもらっとこうぜ。ゼップのカラビナかわいいよね。ゼップって書いてあって、いっぱい家にあるライブハウス行く人だとそうなるよね、在庫たまるよね。そう、何個もいるもんではないしね、さすがに。そうなんよ、それはね、そう、何個もいるものではないってそこが問題。1個あったら助かるんよ。よいしょ、こんにちは。まあ、なんかワンドリンク用のお金ちゃんと持っていきましょうね。どういうシステムか分かんないけど、ちょっとスイカも使えた。なんと便利なことでしょう、スイカ使えるの、めちゃくちゃいいじゃん。ね、見て、マイメロの子孫可愛くない？マリアちゃんのね、ご家族がメンバー一人一人にね、激うまラスク、これあの長野県でもよく見かけるんですけど、くれたんですけど、そう、これの中身がこれだったの。かわいいマイメロ、なんかマイメロあんまり馴染みないんですけど、さすがに可愛かった、可愛いです。そう、原田のラスクさ、あ、そうで、その紙袋もめっちゃ可愛いの、サンリオ。そう、原田のねラスクね、長野でもね死ぬほどもらう大好きお菓子なんですけど、私、まあ、やっぱ隣なんで群馬と、そう、大好きお菓子もらえて嬉しかった。死ぬほど食べてきたんだよ、この成長過程で。私はだからもう馴染みの味すぎて幸せだったね。知ってる味だと思って感動した。こうマジでめっちゃもらうくない？うちだけなんかな、死ぬほどもらう、もう本当になんかふるさとの味って感じ。全然群馬じゃないんだけど、私ふるさとの味ばりにもらうんですよ、これ。だからこう馴染みの味をもらえて嬉しい。めっちゃうまいからね、めちゃくちゃ美味しいから。なんか嬉しかったんでみんなに見せました。イエーイ。いいよね、お土産って嬉しいよね。こんにちは。さて、そろそろ終わりにするかな。もうテロップ出た？でさ、ショールーム楽しんでるとテロップ見逃しちゃうんだよね、いつも。でももう出てるよね、20分だもんね。そうそう、終わりにして、さはね、あの本当に遅刻するんで、ね、そうそう行かないといけないんですよ結構ギリギリの時間に配信してるってよね。うん、あの極めてる。じゃあランキング読んで一旦ね、配信は終わりにして、コンサート頑張ります。行きの電車で再生確認していくぜ。うわー、楽しみだね、めっちゃ。みんな楽しもうね。ちょっと暑さには気をつけつつ、ライブハウスの中がどんぐらい暑いかちょっと分かんないですけど、多分冷房はめっちゃ効かしてくれてるけど、熱気がね暑いと思うので、まあ、皆さんぜひ 体温調整できる服を、まあもうちょっと家出ちゃってる人もいるかもしれないですけど、あの体温調整できる服を着つつ楽しんでまいりましょう。水もいっぱい飲んでね。じゃあランキング見ます。13位川端慎二さん、ありがとうございます。12位ともちさん、ありがとうございます。11位ピアノマンさん、ありがとうございます。
ジュイスノーさんありがとうございます。キュイヤスさんありがとうございます。8位バイッコゾーさんありがとうございます。7位ひでまるさんありがとうございます。6位ひらりんさんありがとうございます。5位もたさんありがとうございます。4位わさっぴさんありがとうございます。3位けんけんさんありがとうございます。2位やちさんありがとうございます。1位はキャロンさんありがとうございます。みんなありがとうございました。では会場でお会いしましょう。また後で。バイバーイ。